イルメン、ウリベ・ウルビエタは、スペイン・ビスカヤ県、オンダロア出身のバスク語作家。スペインの同世代の中で、最も評価の高い作家である。バスク州・ビスカヤ県、オンダロア生まれ。オンダロアは、ビスカヤ県の県とビルバオから1時間ほどの距離にある、漁業の町であり、父親は、トロール漁船の船員、母親は主婦だった。ウリベは、ビトリアガステースのバスク大学で、 バスク文献学を学び、イタリアのトレント大学で、比較文学の修士号を取得した。2001年には、諸女詩集、しばらくの間私の手を握っていてを出版。批評家のヨンコルタサルによって、バスク文学の世界における、静かな革命と称賛された。この作品で、スペイン批評家賞バスク語詩部門を受賞し、初版は1ヶ月かからずに完売した。この詩集は、 カスティーリャ語、フランス語、英語、カタルーニャ語、ロシア語に翻訳された。エリザベス・マックリンは、バスク語から直接英語に翻訳したが、これは、バスク語から英語に直接翻訳された、アメリカ初の商業出版物だとされる。2008年には、アメリカペンクラブが主催する、ペンアワード翻訳誌部門の最終選考に残った。2008年には、諸女小説、 ビルバオ・ニューヨークビルバオを出版し、スペイン非評価賞やスペイン国民小説賞を受賞した。2010年初頭にはカスティーリャ語、ガリシア語、カタルーニャ語に翻訳され、2012年には日本語版が白水社から刊行された。この小説は14カ国語で出版されている。2012年には小説、ムシェ小さな英雄の物語が刊行された。 アメリカ・カリフォルニア州のサウサリートにあるヘッドランズアートセンター滞在中に倉庫が完成し、カスティーリャ語ではロックムエヴェルムンドという名前で刊行された。2015年に白水社から日本語版が刊行された。ありがとうございます。